はい、コモククエストやっていきます。久しぶりに動画を出しますね。相手はですね、気まぐれさんっていうもう超強い方ですね。もう点数で見る通り、もう僕とそんなに変わらないんですけども、もう本当に強いですね。ちょっと音出します。この方は東海の方で活躍されてる方ですね。ランはいくらなんだろうな、多分初段とか持ってたんじゃないかなとちょっと思うんですけど、いや、この方はほんま強いですね。直近だと多分僕3連敗ぐらいしてますね。はい、ちょっとおしゃべりする時間がないな。これぐらいの方だとね、ちょっともう喋ってる暇がほんまにない。またこういうすごい手打ってくるんですよね。どうしようかな。そうですね、僕のこの人の印象はそんなに攻める印象はなかったんですけど、ここ最近なんかすごい、非常になんか鋭い攻めというか、そういった棋風に変わったのかなって勝手に思ってますけど、なんかそういう印象はなかったですね、僕は。さあ、どうするんだ、これ。ちょっと今、ひたすら止めるばっかりになりそうですね。止めつつ自分の陣地も増やしたいんですけども、ちょっとぽかしたらもうガガガガガッとやられちゃうんで、もうここはちょっと、ひとまず防御に徹していこうかなと思いますね。はいはい。いや、こういうのもうまいですよね。今の手も僕の連を止めて、自分の連を増やすっていう盾なんですけど、本当にうまいです。さあ、どうしたもんか。牽制したいですね、こういう手は。こことかね。ここか、こことかね。さあ、どうしようかな。ちょっとやってみるか。わからんけども。ただ右あたりで止めてもね、止めきれなそうなんですよね。いや、どうしてくるかな。研究済みだったらやばいですね。この方はまだ多分、僕より若い棋士で、これはちょっとラッキーでしたね。三金ですね。はい、ありがとうございました。まあ、今回ちょっとポカということで、まあ、ちょっと気まぐれさんの実力は出せなかったのかなっていうところですけど、まあ連珠って本当に1個のミスで一瞬で決着がつく本当に怖い競技なので、まあまあそういうところも連珠の魅力なので、それも伝えれたかなということで、ここで終わります。ありがとうございました。